夏目もどきは、宝貝かサイプリーデの巻貝の一種で、紀伊半島以南の段階の長官帯で見られる。他の宝貝同様に、生児は多数の樹状突起が突き出した該当膜に覆われて、前方に触手や水管を伸ばしながら張って、藻類などを食べる。蓋はなく、死ゆ遺体。形が夏目の実に似ていることから、夏目もどきと呼ばれる。 なお本州よりも殻が丸くてやや大型の宝貝は、夏目だからエローニャオーバムと呼ばれ、沖縄以南に分布する。長さ約4センチメートル以下のやや細長い楕円形の貝殻を持ち、殻の背面は淡い緑褐色の地にさらに白っぽい帯が2から3条横に巻かれ、背面全体に褐色の細かい斑点が散らばる。殻の覆面は白色で開口部両側に、 約15個以下の小さい葉が並ぶ。黒っぽい、外套膜に覆われて這い回るため、英名では、ワンダリングカウリーと呼ばれる。格外感の変異が多く、北、オーストラリア産の貝は、日本産よりも小さめで、青白い貝殻の背面に、褐色の反転がほとんどないため、船しなつめもどきと呼ばれる。日本産とオーストラリア産のなつめもどきキー、半島以南。 インド西太平洋の長官隊の岩章、ありがとうございます。